しゃべくり松代始まるよ。皆さんこんばんは。12月5日月曜日7時第58回しゃべくり松代が始まりました。今日のパーソナリティは私黒山沙耶が担当いたします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のゲストを紹介いたします。この松代テレビで袋おばさんの紙芝居という番組をやっていただいて、私の大好きなこの方、赤澤節子さんです。こんばんは。赤澤さん、今日も寒いですね。寒いですね。なんか急に寒くなったみたいな。ねえ、本当に。あら、赤澤さん、そのブローチはクリスマスです。12月クリスマスものね、はい、とても素敵です。お似合いでございます。 ありがとうございます。はい、今日は赤澤さんにいろいろお話をお聞きしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、この松代テレビで6月からスタートしましたふくろおばさんの紙芝居の番組では、ふくろおばさんこと赤澤節子さんに、創作紙芝居の上演や活動の紹介 をお届けしております。私も微力ながらお手伝いさせていただいてまして、11月はお茶の間サロンの活動をリポートしてまいりました。赤澤さん、そういえばどうして赤澤さんはふくろおばさんって言うんでしょうか。突然ですが早速質問です。名はたいを表すと言いますけれども、私はフクロウの首が左右に270度回るんです。はいはい、でそれを見た時にいろいろな方向からものを見て判断できる高齢者になりたいなと思いつけました。そうなんですね。本当にこの赤澤さんの見て目がふくふくとしていて とってもあったかなので、そこから袋をつけたのかなと思っておりました。大変失礼いたしました。赤澤さんは紙芝居を作り始めてからすで、に7年目ですかね、とお聞きしましたが、紙芝居を書き始めたきっかけっていうのは何だったんですか。介護です。介護、はい、で辛い長い介護だったので、自分を見失いそうになったこともあります。でその時に知り合いの保健婦さんが1週間に1度でもいいから自分を自由にする時間を取りなさい、でそうしないとあなたがダメになるって言われたもんで、はい、それで結局門前プラザの紙芝居講座を受けることになったんですが、はい、色を塗ればいいんだと思って気分転換になると思って行ったら、はい、物語も作る創作紙芝居だったので、本当に慌てました。そうなんですか。でも私の知ってる限りでは本当にいろんなテーマで紙芝居を作られているんですが、お話のネタというかアイデアはどこから出てくるんですか。うちでの小づちです。うちでの小づち、それこそのお話のようですね。そうですね。本当は、本当は介護しながらだから手っ取り早くできるには、日に30回40回と同じ話をする母の話の中からその物語というかそれを箇条書きにして、それをつなげながら作りました。そうなんですね。じゃあ亡くなったお母様のお話が出た。はい、お母様がうちでの小槌。そうなんですね。はい、そういえば一番最初に作られた紙芝居も、お母さんの思い出が元になっているとお聞きしましたが、はい、もうその時は母の病気も重くなったんで病室に持ち込んで
母が亡くなる1週間前に作りました。そうなんですね、はい、こちらですかね、赤澤さんにその一番最初に作った思い出の紙芝居をお持ちいただきました。これですね、いいですか、はい、藤子の思い出。はい、藤子の思い出です。はい、お母様の小さい時の情景ですね。私も本当にこの藤子の思い出は20回ぐらい見ているんですが、もう必ずこのラストシーンで涙してしまうんですよ。ありがとうございます。その赤澤さんの語りがまたとても良くて本当に感動です。他にも、はい、はい、お願いいたします。これはあの与太郎がいる明徳寺へ行くんですけれども、これはあの明徳寺の池に、明徳寺の池にあの 石のカエルが置いてあります。それを見て考えつきました。うーん、カエル合戦なんですね。カエル合戦なんです。でプロポーズしてるんですね。プロポーズはないの、これで終わり。はい、こちらは、はい、あの長野空爆を書いた15歳の夏です。それでこれはあの加藤船が機銃掃射にあって亡くなった中学生、この子 の、 あの お、 兄さん、あ、お姉さんと親戚の方にデイサービスで会っていろいろお話を聞くことができました。あの戦争を身近に感じた作品です。これが最新作の夏祭りです、ね、です。これはもうあの長い間毎年私見物に行ってましたので楽しく描けました。そしてデイサービスで90歳になるおばあちゃんからすごく絵が上達したねって褒められ初めて褒められました、うん、本当にこのお獅子この赤がバーンと飛び出してくるような迫力がありますね。あとこの置物の柄もすごい綺麗に、あ、それはあの自分で疲れて描けなかったのであの折り紙を切り抜いて折り紙やりました。なるほど、ナイスアイディアですね赤澤さん。でも本当にもう目に飛び込んでくるとても素晴らしい紙芝居です。他にもこちらをご覧ください。いろいろな紙芝居があります。もう絵もさることながらどれもこれも本当にお話が素晴らしいです。もう機会があったらぜひ皆様見てください。はい、では赤澤さん、これからどんな紙芝居を書こうと思っていらっしゃいますか。そうですね、まずはい、加藤船が蒸気機関車の頃それに乗って通学した母の思い出とか、はい、その情景なんかを書いていきたいと思ってます。それから昔懐かしい一本刀土俵入りっていうような大衆演劇ですか、そんなのを作ったらお年寄りが喜ぶんじゃないかなと思ってますそうですか、楽しみですね、どれもこれも、本当に私は赤澤ワールドと呼んでいるんですが、もう赤澤さんだからこそ出せる紙芝居の世界というのがあると思うんです。皆様にもそれをぜひお伝えしていきたいなと思っております。赤澤さんの番組は袋おばさんの服にかけて毎月29日に更新しています。しゃべくり松代をご覧の皆様、この後ぜひご覧になってくださいね、はい、赤澤さん、今これから紙芝居どんなのかとお聞きしたんですが、あとこれからの抱負何かはありますか。これからの抱負、ちょっとなんか急に題材が難しいですね、あんまり深く考えてはいないんで、でもやっぱりこう家族の
年代によって溝が今できてますよ ね、 そうですね。だからそういう溝をあの和材を提供して埋めていくようなそんな紙芝居を作っていきたいと思います。家族の絆ということですね、はい、本当に今絆っていう言葉がこの震災でねあのいろいろ言われてとても大事なものだと言われておりますので、そうですね、そういうのもぜひ見たいと思っております。あとそうですね、あの普段赤澤さんはお茶の間サロンやまた高齢者の施設、はい、あと最近は講座の方もされているということをお聞きしましたが、講座の方っていうのはやっぱり赤澤さんが、習ったような色の使い方やお話を教えていらっしゃるんですか？教えるところまで行ってないんですけれども、うん、あの自分も何の勉強もしないでここまで来ちゃっていますので、とんでもない、あの皆さんが持ってきた話をあのつなげる、箇条書きにしてつなげる書き方とか、そういうことをアドバイスはしてます。でも皆さんそれぞれにあのどんどん独立して自分のものを作って、でリピーターがつくほどあの現場へも行ってやるようになりました。そうなんですか。じゃ赤澤ワールドがますます広がってるってことですね、はい、生徒さんを通じてですか。お茶の間サロンとか最近は行かれてらっしゃいますか？はい、あの行ってます。でだんだんお茶の間サロンとかあの、うん、独居老人のお食事会とかも、あの雰囲気が変わってきてとても明るく楽しくなってきましたよね。ですね、本当に松代の方でももういろんな地域に行かれて、はい、あと先ほどの与太郎ガエルもね、明徳寺のカエルもその地域に行くたびにカエルが、そうなんどこそこから来たカエルっていうのがね、東城になったり、戸隠から来たカエルとかひずめのカエルとかで随分有名になりました。そうですね、あの松代だけにとどまらずもう長野市内県外の方にもね前、はい、あの公園に行ってらしたってことで、名古屋東京、あそれからそうなんですか、あの津波で消えてしまったあの郷浦、北茨城、そこも行ってきました。そうですか、本当にどんどん広がりつつある赤澤ワールドでございます。はい、そうですね、あの最後の質問になりましたが、赤澤さんにとって創作紙芝居とは何でしょうか？改まってそういうこと考えたことないんですが、やっぱり空気かなって気がします。で、うん、そのせいかあの7年やってますが行き詰まって悩むっていうこともなかったし、あの何か面白そうやってみようっていうことでここまで来てしまった感じです。そうなんですね。じゃあ創作紙芝居は赤澤さんにとってもうなくてはならない、そうですね、存在ということになりますね、はい、そうですか、本当に素晴らしいです。いいですか、ちょっと、はいはい、やりました。本当に今日はあの普段から赤澤さんとはこう年齢も違うんですがとてもよくしていただいて本当にいつも感謝しています。こうしてね、こうしてね一緒にお話しできる機会があってとても私感激しております。私も本当に感謝しています。紙芝居のおかげで、うん、あの松代がとても好きになりました、うん、私もあのお嫁に来て13年ですが、うん、赤澤さんを通して松代が好きになったかもしれないです、ね、はい、今日は短い時間でしたが、あの赤澤さんとお話ができてよかったです。本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。早かったです。
あ、こんばんは。それでは来週のしゃべくり松代の予告いたします。来週のパーソナリティは小又です。よろしくお願いいたします。ゲストはどなたですか？新作の紙芝居があった絵を描いていただいた方々です。じゃあ紙芝居をですね、描いた方ですよ。皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。ではそういうことで来週お楽しみに。しゃべくり松代。